お前に勝って他の四皇も倒して海賊王になる。俺はいずれ世界一の大剣豪になる男だ。お前と格が違う。俺は狙撃士、援護が花道、人知れず敵を撃ち抜き仲間を守る。父親が悲しむ。あの人に顔向けできねえような生き方は俺はしねえ。こんな立派なお城なんだもの、お宝部屋もきっとあるわよね。珍しいだけじゃないぞ、俺は強いんだ。私たちの船長には命を懸ける価値がある。ルフィはいつでも勝利の切り札。スーパー生かした野郎だな。始めようぜ、男同士の決闘。死ぬ気で参ります。あ、私もう死んでました。待たせたな。ここからはわしも共に行こう。潰し合う奴らは潰し合ってくれりゃいい。つまらねえ戦いには参加しない。軍は俺に味方しているようだ。全くもって負ける気がしないね。おいおい、可愛い部下たちに何しやがる。こいつらとは死んどきゃ一緒と決めてんだよ。気に食わねえな。仮の作りっぱなしは尺だからな。簡潔に話そう。俺たちの本職は世界政府の諜報部員だ。悪いが見逃せねえんだよ。俺が海兵でお前が海賊である限りな。剣士としてもっと腕を磨いて世界中の悪党たちの手に渡った名刀を集めるんです。革命軍として彼らを守る。いや、間違えた、兄としてだ。バタ足の怖さを思い出させてあげるわ。うまくいった、ルフィ先輩のお役に立てたなら光栄至極だべ。よくも僕の人気を奪ってくれたな。僕の人気を取り戻すためだ。諦めておとなしく切られろ。かわいいウサギにご用心なんちゃって。今日は満月だからね。私も役に立ってみせるよ。息子たちの明るい未来を見届けねえと俺は死ぬわけにはいかねえ。親父の顔に泥塗るわけにはいかねえ。一番大隊長の強さ見せてやるよ。いい白ひげはこの時代を作った大海賊だ。この時代の名が白ひげだ。本気でわしに勝てると思うちょるんか。めでたいの。おお、無謀なだけのゴミクズだね。悪いが、こうなっちまったらもう加減はできねえぞ。一が出るか罰が出るか、あっしはこの首一つかける覚悟でさ。ざまねえな、雑魚どもが。強さの果てに貴様が望むもの見せてみよう。俺とお前では海賊の格が違うんだ。大海賊同期のバギーというのは確かに俺だが、男なら敵も味方も皆同じじゃ。あの方以外は単価だけは一人前だな。失敗作いいだろう。格の違いを教えてやる。俺たちの科学力の前じゃ雑魚が何人いようが無力だよな。お前らにやすやすと使えるほどジェルマの科学力は簡単じゃねえよ。弟に手出しするやつは私が許さない。そんなに俺に潰されたいか。どんな結末でも文句はないな。死ぬも生きるも天任せよ。次の一瞬を生きようじゃねえか。来たか高見。面白い、俺たちが相手をしてやる。まあ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 、麦わらはどこだい。渡さないなら町ごとぶっ壊すよ。何度も言わせるな。
弱者がどれだけ束になろうが俺は倒せねえ。俺が誰だか分かってんのか、このゴミどもが。プレイステーション。